が出発します、デモ中は あまり横に広がらないように、車に接触しないように、更新お願いします。歩道の下交差点お願いします。デモのコースですけども、まずこのまままっすぐ、渋谷駅の方におります。それから左折して、渋谷駅前左折しまして、明治通りに出て、原宿方面に、左折します。でずっと明治通りを行きまして、原宿を通過して、原宿のラフォーレ前をさらに通過しまして、それから千駄ヶ谷小学校のところで、左折して、そのまままっすぐ行きまして、原宿駅前を通って、最終的には、この欅並木の北側に、到着となります。約4キロの長いデモですので、もし気分が悪くなったり、される場合はされた方がいたらですね、腕章したスタッフにお申し出ください。よろしくお願いいたします。それからですね、言うほどでもないんですけども、もしかしたら、いわゆるネトウヨの方からの、妨害があるかもしれませんけども、その場合過剰に反応しますと、相手が喜んでしまいますので、できればスルーをするということで、よろしくお願いいたします。何かありましたら、腕章しているスタッフにお声掛けください。よろしくお願いいたします。信号が変わり次第デモ出発になりますので、しばらくお待ちください。先ほどもありましたけれども、ネット右翼などの妨害も想定されます。くれぐれも挑発に乗らない、挑発をしないということで、ご協力をお願いします。参加者が増えてまいりまして、4つの隊列でもって行進出発いたします。原発のなくす全国連絡会の皆さんを最後の隊列ということで移動していただきまして、ご協力感謝をいたします。もう間もなく出発になりますので、しばらくお待ちください。非常に今日は寒くてですね、先ほどから雪がちらちら舞っていますけれども、寒さに負けず、雨にも負けず、風にも負けず、槍にも負けず、安倍政権には絶対負けない、その意思を示してまいりましょう。さあ歩いていこう、さあ歩いていこう、さあ報道陣はいるんでしょうか。報道陣、新聞記者とかいるんでしょうか。放送局スタートだけ取ってね、会長つもりかもしれませんけどね、しっかり報道してくださいよ。いや、安倍晋三と飯食ったり、飯食ったり、しゃぶしゃぶ、寿司しゃぶしゃぶとか、そういうことばっかりしてないで、市民のこういうデモしっかり報道してくださいよ。いるんですか、新聞記者、放送局、みんなもいたら捕まえて、最後まで連れていけば、連れてっちゃえばいいから、いや、声を上げていこう。さあ、2017年、明けましておめでとう、明けましておめでとう、いや、私たちの年が始まった。今年も声を上げていこう。
Fuck!
にしてもらおう、突きつけよう、ノーノーノー、いや、あべはやめろ、あべはやめろ、あべはやめろ、原発やめろ、原発やめろ、再稼働やめろ、原発いらない、あげろ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 。
最低。